Catch the Spirit. Making Sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週は、幸喜と、美智子の、今だから明かせる、あの、舞台裏ウィーク。でございます。ということで、己ナポレオンの話をしてるんですけど。それが本当、俺のナポレオンっていう、うまいこと言った。歌いだったんじゃないかみんながね、俺のナポレオン、俺のナポレオン一子いや、でも、すごいだから盛り上がって、でも宮沢りえさんは、盛り上がってって言っちゃダメだと思うよ、多分。うん、難しいんですよね。本当難しいですよ。本当難しいよね。うん。天海さんもすごい頑張ったし、だからこれもし再演ってなった時に、どっち？だもう。天海さんか宮沢りえさんかどっちやるんですか。もう一日ずつなんて嫌ですよ。清水さんですよその時は。おかしいでしょ。みんなも分かってくれますよ。でも宮沢さんが言ってたのはやっぱりそのたとえ2日とはいえもう死ぬほど稽古してで4日間。あのお客さんの前でやってやっとそのつかめてきたと体に、うん、入ってくるよね。でそれで終わりっていうのはどうもなんかしっくりいかない、もうちょっとやりたいみたいなのが当然なって、ね、うん、でそのこのマグマをどうすればいいんだみたいな感じ で打ち上げの後朝までカラオケに行ってたらしいっていうすごい人ですよ。すごいね、うん、へえ、やっぱりなんかそういうエネルギーが、うん、なんていうの、使い果たすんじゃなくって逆に来るんだよね。なんかあれなんなんなんだろうね。私も 100% さ、今日は本当にお客さんのためにやったぞって、うん、ゆうべ実はそうなんだけど、うんうん、その晩ってさなんか眠れないんだよね、ハイになっちゃって。わかります、そうですね。何かでこう解消したいっていうかね、うんうん、なんだろうねこれ。なんですかね、不思議なもんですよ。やっぱ人前で何かをやるっていうのってなんかこう不思議もらうのかな。あ、かもしれないです ね。お客さんの熱ももらうしね。そうかもしれない。うん、いやーでもすごい経験をしましたね。僕のどうしても言っておきたいのが、はい、いろんな週刊誌に、うん、いろいろ書かれてますね。書かれてまして、うん、一番僕が、傷ついたのはその公演をそのまだ代役が決まる前に、うん、続行するか中止にするかみたいな話になった時に、うん、なんか野田さんは演劇人だからよしやろう、途中でやめちゃダメだ、うん、何やってやるんだ。で僕は三谷さんはもうやめようよみたいな、もう行くのやめよう、天海さん僕のせいだよ、うん、なんで僕のせいなのか分かんないですけど僕はいけないんだもうダメだよみたいな風な、なんでそんな風なイメージなのかな。一回もないですから、やめようって誰かが言い出したことは一回もなくて、もう当然どうやって続けるかってこと、 そういうことだったですね。あともう一個は最後の千秋楽の時にカーテンコールで僕を呼びに行ったけど俳優さんが、うん、僕が最後まで出てこなかったって、うん、それは本当なんですよ、うん、僕カーテンコールは絶対出ない人間なんで。かっこいい、そうだったの、あれだけ出てるのにあれだけ出てるのどういうことですか。いやいや、ちょいちょい顔は出してるんだけど、ね、うんうん、カーテンコールはやっぱり俳優さんのものだと思うし、あそこに出ていく演出かなって本当かっこ悪いっていうか、そうなの、ファッションショーで最後踊りながら出てくるデザイナーみたいなすごい嫌なんですよ。だから僕は出ない、まあ、あれちょっと確かにね、うん、どんな顔で出ればいいんだってすごい、もうみんなが綺麗すぎるからね、ファッションモデルの。そうなんです、あれ次だな。役者さんもねかっこいいし、でこう2時間お芝居やってものすごく盛り上がってるところに、うん、普通のおっさんが出てきて何なんだっていう、あれと普通じゃないけどね、ただおめでたい感じがするからいいと思うけどねルックスが。僕が出ないんですよ。で その日も出なかったんだけど、うん、それなんか書いてあったのはなんで塗ってなかったかっていうと、はい、三谷幸喜は袖で泣いていたと。いいじゃんそんな書き方だったら、とても出るような状態じゃないみたいなことを言ってやめろって言ってごめんねなんでその泣き虫キャラになってるのかなと思って。泣いてないですから全然。泣いたでしょちょっとは。僕は初日も泣かないですよそんなんで。僕は天海さんに メールをしてました。うっときた、うん、打ってこない。もう終わったってこと、まずこれを無事に終わったってことを誰が知りたいかなと思って、天海さんだと思ったんで天海さんにメールを。さすが点取り虫ですね点なのかな、いつも点取り虫、かっこしい、かっこしいのイメージ泣いてないですから。本当はどう、なんで誰がそんなことやってよ、あれ切れてないっすよみたいな感じで泣いてんでしょ、泣いてんでしょ、泣いてないっすよで泣いてたみたいじゃないですか本当に泣く雰囲気じゃなかったですね。誰も泣いてなかったと。あんまりえさんはちょっとうるっと来てたかもしれないけど、誰も泣いてないの。泣いてないですよ。プロだね、うん、やめなさいよそれ泣いてないですよ泣いてないですよ
あとすごいなと思ったのが、なんかの新聞にそのリエさんの、宮沢りえさんの初日を見た記者の人が、そのセリフが約130あると、でそれをノーミスで完璧に言ったって書いてあって、はあ、うん、僕らセリフなんて数えたことないですから。そうだね、どういうことなんだろうと思って改めて台本数えたら140ちょっとあったんですよ。うん、でそれって点点点も入ってるから喋んないセリフもあるじゃないですか。なるほどなるほど。多分それを引いたらね130ぐらいなんですよ。すごいね。その人数えながら見てた。どういう見方してたんだろうね。全く感動ないだろうね、そんな今のは1個のセリフに入るのかなとかって考えながら書いてたのかもしれないですね。私の記者だったら、三流記者だったら、うん、録音すると思う。絶対ダメだよ。三流でもダメですよ、します。事故で録音する。事故って、たまたま。そう、ちょっと見たらどうなんですよ。動いてるってことでしょ。泣いてないですよ。泣いたとか言ってんじゃねえ。さてでしょってことでしょ。録画っしょ。録画もダメでしょ。書いてないですからね。いや、びっくりしましたね。そういうその記事とかニュースっていうのはね、うん、まあ前の僕の離婚の時もそうだったんですけど、うん、本当にあることないことプラスないことないことだなっていう。ああ、結構そうだね、書かれてる字。あ、私一回もないんだよな。まあいずれありますよ、きっと。そうかな。一回なんかもう本当に怒りしてくださいよってやってみたんだよね。でもね、あれですよ、その当日なんて外にすごいマスコミの人いて、うわ、いいな。いや、なんかよくないよあれで。僕ですら車で出たらバーって写真撮られましたから。うわ、いいな。ライトが照らされて、ちょっと呼んでくれればいいじゃん、私のこと関係なく。さんがその場出てってどうするんですか。でしゃばり。マヤミキさんだったらね、まだなんとか諦めてって言うの。おかしいでしょ、そんなことは。はい、わかりました、なわけないでしょ。いや、もうすごいいい経験が。すごい、そうですね。もうこの話もう一回聞かせてください。ありますか。ありますよ。Yes, we'll continue with more of the same tomorrow. We always do.